も当たりは土の中に入ったら当たり、はい、あの外に出ることもあって、うん、外に出たら外れっていうやつ、うんうん、じゃあやってみましょう。シマワリチャンネルも食べてます。これフォープンって書いてあそこね、ピッて抜くオープン、そう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 、オープン。ちょっと待って、これ中身何個入ってる？ピッコピッコゼリー3つ、1個、3個、4個、あ、4個入ってる。で、じゃあどれに、匂いでやばい。やばい。おお。だってこれイチゴだもん。本当だ、イチゴ味。じゃあ食べるよ。どうやって食べるの？母ちゃんわかる？噛む。嘘でしょ？噛むのそれ。本当に？うん、だってここそうだよ、ここにさ切り口あるよ、ほらここここ。でもひまわりチャンネルはこうやって噛んで食べてる。こんなとこ分厚いと噛むの？ちょっと怖いな。あの切るのもいいし、うん、噛むのもいい。噛むのもいいの？だからどっちでもいいの。じゃあ、ほんと一回やってみて。ブチューって、これ以上無駄にしたくないから。ブチューって出ちゃったらどうなんだろう。どうする？わかんない。あ、大丈夫。あの、あれなの？あ、じゃあこうする？こうする？あ、そうするそうする。うん、いいよ。やってみようか。いいよ。本当にそれ初めて聞いて。本当に？どうぞ。お願いします。でもはーちゃんの情報は正しいから。うん、あーちゃん。うん。すごい、そう、出た。あ、ほんとだ、出た。出ました。で、はーちゃん、これは当たり？当たり、すごい。外に出たら外れ。あ、そういうことね。すごい、はーちゃん、上手にできました。おいしい。いちご味、やっぱり。じゃあ、初めてこれ。すごい量出ました。初めて。ねえ、やってみて。すげえ。怖いわ、これ。やば、おいしい、これ。おいしい？味はいい？味はうまい？うんうんうん、あちゃん、おいしい。あちゃん好きだね、本当に。当たりでた。当たりです、当たりです。でもこれ外だと外にガンって出るよね。うん、ブトンって出るんじゃなくて、うん、ブヨって出るの？こうやってバシャンって出るんじゃなくてね。あ、逆ランジちゃう、はい、あのね、遠くには飛ばない。下の方に出ちゃう。はい、わかりました。ありがとう、はーちゃん。はい、みーちゃん。はい、みーちゃん。